シュナイダープロペラ船舶底面への設置例、シュナイダープロペラとは、船舶用推進装置の位置形態である。一般的な船舶では推進力を得るために、スクリュープロペラを使用し、方向を変える際に舵を用いるのに対し、シュナイダープロペラは、双方の機能を兼ねる。回転面に対して、翼が垂直に取り付けられており、核翼と回転軌道との角度は、 統合的に制御される。これにより、揚力の大きさと向きを迅速かつ任意に変更できる。シュナイダーとは、この仕組みを発明したオーストリアの技術者、エルンスト・シュナイダーを指す。シュナイダーが、同機構を開発後、ドイツの機械メーカーフォイト社によって、船舶用推進機として改良、実用化され、1920年代に基本特許を得た。故に、 ポイトシュナイダープロペラとも呼ばれる。また、このタイプのプロペラは、航空分野での適用も模索されており、そこでは、サイクロイダルプロペラと呼ばれている。実用化については、1928年から、ボーデン湖で小型船による、試作、研究が行われ、1931年に、建造されたドイツ帝国鉄道のボーデン湖遊覧船、ケンプテンが、 初めての実用搭載例となった。1935年には、ドイツ海軍の700トン急走海底2隻に、試験的に採用されている。1930年代中期以降、各国で小型船を中心に試験的な導入が始まった。日本での最初の導入例は、鉄道省が、カンフレ船用タグボートとして1936年に、函館選挙で建造した。 第一鉄栄丸である。このプロペラを装備した船舶は、旋回性能、コントロール性が大幅に向上する。一例として、船首を中心にして360度の急旋回、反転が可能であり、静止状態から船体を前後に動かすことなく、回答もできる。このような特性から、同水新器は主に狭い湾内で複雑な取り回しが、必要なタグボートや、 消防艇、離岸、接岸を頻繁に行う、フェリー、正確な操船を求められる、運河運搬船などで利用されている。また、高機動性ゆえに中、小型軍用艦にも採用例がある。また、通常のスクリューに比べて音響雑音が少ないため、海洋調査船や総海底への使用も見られる。旅行連絡船のサヌキ丸では、 実験船的な性格もあり、このプロペラを使用していた。シュナイダープロペラには上述のような特筆すべき能力があるが、馬力あたりの最大推力という点では、スクリュープロペラに劣ってしまう。従って、直線的な航路が多い船舶では、効率が悪く、外洋航行には基本的に適していない。 そのため両者の利点を持つアジマススラスターの登場以降はシェアを落としつつある。とはいえ、羽の形状が簡素で、スクリューなどより製造、修理が容易なこと、火事によるパワーロスがないこと、内燃機関への適応力に優れること、喫水を浅くできることなどの理由により、現在でも根強い需要がある。このプロペラが水を押し出すことにより、 推力を得ると誤解されることがあるが、前景の図解の通り、このプロペラの推力は翼と回転軌道との角度が生み出す揚力である。内部には翼角を制御するピボット機構が存在する。このピボットを上下左右に動かすことで、すべての翼が位置に応じた角度を取る。ピボットの初期位置は回転軸中心にあり、この状態ではすべての翼が 回転軌道と水平になる。このためいくら回転させても水力は一切発生しない。前景アニメーションではピボットが回転中心から左にずれることで上向きの水力を得ているが、これをさらに左にずらせば水力が大きくなるし、逆に右にずらせば下向きの水力を得られる。角翼の無用力が打ち消し合う形にならないよう、翼角はシーソーのように往復する。 その過程で回転軌道と水平になる瞬間は揚力を生み出さない。ありがとうございます。